ガンも飛ばしてますね。ガン飛ばしてます。ベンチ切ってます。ベンチ切ってます。ベンチ切ってます。クラシックで通じるのかな。ガン飛ばしてます。南アリです。離れて。あとまだまだ試合始まってませんよ。ゴング前ですよ。ゴング前ですよ。離れて。離れて。離れて。トレフリーも離れて離れてきます。ダメだもう。もうなんか。試合始まりました。いやもうそのまま乱闘からそのまま始まりましたね。さあリーゼントの方のロボットの名前がリーゼントスタイルズ。拳がトゲトゲのロボットがワルーです。そのままだな。両方そのままって。やっぱ分かりやすい。おっと決まった。あ、この試合なんですけれども、はい、4分ラウンド制となっておりまして、先に12ポイント差つけた方の、ロボットの勝ちになっております。なるほど。やっぱり悪のパンチがね、悪4ポイント。あれちょっと凶悪ですよね。そうですね、あれさすがに私も投げられたらすごい痛いと思います。人が投げられても大変なことになる、気がしますが。そうですね、いやもうけどこのね、リゼントは悪先輩に憧れて、悪の道へ目指しているという。あれ、あ、どこ行くの？僕はあの、レフリーに回収されました。なるほど、はい、あ、違反だったですね、さあ、現在、リーゼントスパイルズ選手が2ポイント、ワルー選手が8ポイントで、ワルーの後手繰られた。いやいや、ワルー先輩にね、憧れて胸を貸してもらってる形ですよね。いやでもリーゼントスパイルズにもう一技決めてほしいところ。コートは大丈夫か？これは痛そう。いやこれね、もうワルー先輩の拳を顔面に受けまくって、ちょっとどこ見てんだろうね。ワルー先輩挑発してますね。さあリーゼントスパイルズどう反撃していくのか。先輩に勝てるのか後輩。スリップ、今のスリップですね。いやいいとこ見せたいですね。スリップしまった。もうだから脳震盪気味ですよね。そうだね、ヨロヨロですね。ハンザーカーで。いやなんと、あっと、ダブルアッパーパンチでした。いやー、かかりましたね。自問であるだろ。同点を突き上げる形のダブルアッパー。同点突き上げダブルアッパーパンチ。なかなかお互いあの体力を消耗しきってる戦いになってます。いやなかなかリーゼントはギリギリのところで大技を決めてきましたね。いやまさかこのダブルアッパーパンチが見れるとは私も思っておりませんでした。とても嬉しいです。さあ一矢報い抜いたところで、はい、はい、残り1分15秒です。いやあ発信だ。もう結構ダメージがつくてくされててヨロヨロですね。先輩パンチが、ワルーの12ポイント選手でテクニカルドッグを抜いています。おっと、ワルー選手に現在4ポイントが入りました。